なんか不思議な感じなんですけど、練習とかは超調子よくて、このままいけば絶対ぶっ飛ばせるんで、早くこの自分の力を早く証明したいっすね。タツキシノツカ。今までにないくらい練習してかなり仕上がってるんで、大晦日はもう最高の舞台ですね。出るで最高ですね。あとはもうやるだけです。スカッと勝ってみんなにもっと俺のこと知ってもらいたいですね。ルキアーアンパウ。最初冗談でリアネッケチョーク決めたるわって言いましたけど、はい、マジで決める気しかしてないですね。生まれ持った花が違うんで、リング上で俺が MMA でほんまに決めてしばき上げるんで、はい、楽しみにしといてください。おーかめーゆーら。本当初めてチームで戦うっていう、チームで全員で勝ちに行くみたいなのがすごい自分の中でも初めてなんで、はい、平本選手が自分を呼んでくれて、すごいいい練習とかもうマインドができてるんで、本番しっかり出して、まあ自分も絶対勝って、あとはみんなにも勝ってもらって、全員でいい勝敗ができたらなと思います。またごきげんよう。バッチリっすね。一番年末試合すると思って準備してきたんで、一番調子いい感じ仕上げられてると思います。はい、まあ、あいつなんかインスタライブで死にてーとか紛争して生きてーとか舐めたこと言ってて、俺がやりますわ。お前あと31日までも末永く楽しく生きろバーガー。